はい、どうもこんにちは、ゆきです。今日もね、ボスのエフェクターを紹介していきたいと思います。今日紹介するのはこちら JB2 です。これはめちゃくちゃいいですよ。前にね、この動画なんかで初心者が買うんだったらこういうエフェクターから始めたらいいんじゃないかっていうのを一つに自分なりの意見として挙げた一つなんですけど、このエフェクターはねすごいんですよ。ボスとアメリカの JHS ペダルズっていうねエフェクターブランドはですね、2017年にコンパクトエフェクター40周年を機にですね、共同開発された特別な仕様のコンパクトペダルになっています。 JH ペダルスっていうと知ってる方は知ってると思うんですけど、よくねここに JHS って書いてボスのねモディファイなんかを売ってたりすると思うんですけど、アメリカのねカンザスシティにあるエフェクターブランドです。でボスはまあ言わずと知れた、日本のね世界を代表するエフェクターブランド、ギター機材のねブランドということで、その2社が2017年に共同開発をして発売された商品です。はい、一見ねボスのコンパクトエフェクターですよね。普通にまあこういったねコンパクトペダルと同じ形です。なんですけどこいつは本当に特別な仕様で作られておりまして、ボスを代表するエフェクター BD2、 これは BD2W ですけど、 BD2 と僕は持ってないんですけど JHS ペダルズを代表するエフェクターアングリーチャーリーの2つのニコイチのエフェクターです。どういうことかというと、2社のですね非常に有名なエフェクター2つがこの中に入っておりまして、両方ともねアナログの回路なんですよ。簡単に言っちゃうと切り替えでボスモード BD2 を使ったり、 JHS モードアングリーチャーリーとして使ったり、スイッチでそれの切り替えだったり、あとは直列ボスを前にしてアングリーチャーリーを後ろに入れるとか、その逆とかいうことがこの中1つでできます。すごいですよね、この中でそんなできちゃうのっていう感じなんですけど、ここにつまみがありまして、 JHS モードボスモードで JHSとボスの切り替えのモード、そして JHS からボスに直列につなぐモード、ボスから JHS に直列でつなぐモード、そして一番最後にパラレルって言ってボスと JHS を並列につなぐモードですね、があります。でもうこれだけでも非常にね使い勝手がいいエフェクターということがわかると思うんですけど、これ一つで2つの有名なエフェクターのいろんな使い方ができます。1個入っているので演奏中に切り替えるだとか、片方をメインにして片方をブースターで使うとかみたいなことができます。こうやって2個つなげてる感じですね。こっちを使ってこっちをブースターにするとか、両方鳴らすとか、スイッチでこっちの切り替えとこっちの切り替えを行うとかっていうのがね、これ一つでできるわけです。で、つまみとしてはね、これも、ね、非常に分かりやすいつまみになっていて、ここですね、これ見て分かるかなと思うんですけど、はい、二重になってますよね。よくあるボスのデュアルスイッチですね。この動画とかこの動画で紹介した、メタルゾーンなんかも同じ仕様ですよね。2個スイッチが重なってている感じ。あとはね、この動画で紹介しているコーラスアンサンブル CE5 のハイカットローカットのつまみもこんな感じで二重になっています。で、一つまた特徴的なのがこのデザインですね。このつまみのデザインもいつものやつと違うんですよね。普通のデュアルスイッチだったら、こういう画像の感じでちょっと丸っこいねスイッチがついてるんですけど、角張ったスイッチになっています。もう一つの特徴ですよね。JHS ペダルを多分意識して、こういうデザインをしてるのかなと思います。筐体がねボスなんでね、その辺を意識してるのかなと思います。デザインもね非常にかっこいいペダルだと思います。この幅広いモード設定なんですが、このモード設定はですね、リモートスイッチが取り付けれます。リモートってありますよね。このリモートっていうのにこういうねフットスイッチ FS6 とか FS5 とか FS7 とかですね、フットスイッチを使ってコントロールができます。はい、ということでね、非常にね使いやすくて素晴らしいペダルなんですが、音が実際どうなってるのかっていうのを実際見ていきたいと思います。で、音確認の中でね、こういう外部ペダルも使ってどういう風に変わっていくのか、切り替わるのかっていうのもね実演できたらと思いますので、よろしくお願いします。ということで音確認に行ってみましょう。はい、ではということでですね、ボスと JHS のペダル、アングリードライバーの音を見ていきたいと思います。バイパス音はこんな感じ。はい、こんな感じです。ではまずこちらレベルが2つつまみがあって、デュアルで音もですね二重のつまみになっています。でドライブも二重のつまみになっていて、こちらはですねさっき紹介した、モードスイッチがあります。まず分かりやすい BD2 モードからいきましょう。 BD2 モードの場合はこのデュアルスイッチの下側を回します。そうするとねこう変わっていく感じですね。でまずスイッチオンしていきます。はい、こんな感じでボリューム上がっています。でトーンはこちらですね、この内側。はい、でドライブ、結構ブルースウェーバーってねクランチがいいので下げ目でもいいかもしれない。
はい、ドライブがここで変えれます。もちろんねブルースドライバーなんで、非常に強いドライブ音まで出すことができます。ブルースドライバーのですね、結構ザラザラしたすごいワイルドな音ですね。結構そのまんまといいますか、ちゃんとブルースドライバーのキャラクターがしっかり出てるかなと思います。はい、次じゃあ一番右に回してみましょう。 JHS モードにします。すると赤くなりました。分かりやすいですね。赤い状態は JHS モードです。アングリーチャーリーの赤です。 JHS モードは上なので、このつまみの上部分ですね、上が効きます。でトーンはこの上ですね。いい音ですよね、すごい。で、まあ、トーン戻して、でドライブ、こちらはまあ同様に、はい、こんな感じで、結構ねミンドが強いのかな、しっかり歪むハイゲインサウンドって感じですね。すっごい気持ちいいですね。こんな感じです。でですね、でボスも JHS モードもこのフットスイッチはオンオフのスイッチになります。で次 JHS ボスモード、こちらは、このフットスイッチでボスモードと JH ボスモードが切り替わります。この LED をのインジケーターを見てもらったら分かるんですけど、こう赤と青で今どっちのモードになっているのかっていうのが一目で分かります。音はこのバルスイッチの下段のブルースドライバーのセッティングで、赤は JHS の、モードのセッティングがすぐに呼び出せます。なのでね、このモードが非常に使いやすい。ボスモードでメインの歪みの音ですね、だって優しく弾いたら、クリーンになって、強く弾いたら歪むような状態にしときます。ニュアンスで、歪みの量を調整するとか、ギター側のコントロールですね、ボリュームを下げてクリーンっぽく調整するっていうのがブルースドライバー持ち前のですね、ピッキングの追従性っていうのを生かしながらいいサウンドが作れると思います。でですね、このオンにした時は打って変わってですね、ハイゲインのサウンドにしておいて、すごい強い場面、もしくは、ギターソロ用の音にしとくのもいいかもしれないですね。こんな感じですね、2つの歪みを交互に使い分けれる、もう非常に使いやすくてシンプルな、設計かなと思います。これがね、僕は一番すごい使えるなと思いました。そしてですね、次紫になりましたね。この紫っていうのが JHS とボスモードが混ざってる状態ですね。でこれは今どういう状態かというと、 JHS からボスにつないでるわけですね。2つ直列で鳴ってる状態ですね。はい、でその分歪みもね強くなるので、ちょっと混ぜて使うんだったら調整みたいな感じですね。先に入ってる方のエフェクターのキャラクターが強く出るので、じゃあ次だったら ED2 から JHS のものですね。今回は BD2 のキャラクターがやっぱ強い音になります。こちら好みの方をね、選んで使えばいいんじゃないかなと思います。で、一番最後ですね、パラレルモード、これは並列ですね、2つのモードを
順番にじゃなくて並列に鳴らしている状態です。まあ、2つそれぞれを混ぜた音みたいな感じですね。これが結構ねいい音なんですよ。はい、とてもねいい音です。じゃあ次ですね、フットスイッチによるですね効果をやってみたいと思います。はい、ということでですね、こんな感じでこのスイッチを用意しました。今デュアルですけど、普通の1個のスイッチでも全然大丈夫です。ではですね、ここですね、このインジケーターの色を見ててください。これ今 JHS モードですけど、このボタンを押すと、はい、青くなってますね。こんな感じで JHS モードとボスモードが入れ替わります。でこちらボスモード、ボスモードにするとこれも同じですね、フットスイッチで JHS モードとボスモードが入れ替わります。でこの2つはこのペダルで、オンオフです。で次ですね、 JHS ボスモード、これはですね本体のフットスイッチで、こうモードが入れ替わるっていうモードでしたね。でその場合このリモートのフットスイッチをつけると、はい、オフになります。本体のペダルで JHS とボスを入れ替えて、でこっちのリモートスイッチではオンオフの切り替えができます。そして次ですね、 JHS からボスモードですね。こちら今紫のインジケーターになっています。これをこうすると、はい、 JHS からボスモードはリモートスイッチを押すと JHS モードがなくなります。そして JHS モードがオフになるのでボスモードになるわけですね。使い方としてはこうオフにしておいてボスモードとして使って、で前段に JHS が入るので、このこっちのボタンを押すとブースターとして前段にある JHS がかかるみたいな使い方がいいんじゃないかなと思います。次こちらも同様ですね、ボスから JHS モード、こちらも今紫になってますね。どっちもボスから JHS に直列につないだモードです。でこれはこっちのオフになりますね。こちらのフットスイッチを使うとボスモードがなくなります。なのでこれもフットスイッチを押しておいて JHS をメインとして使っておいて、ブースターでボスですね BD2 を入れたい場合、こっちのスイッチを押すとドン、混ざったブースターとして2つが直列で、これも非常に便利ですね。ブースターとしてこうやって使いやすいというのもいいですね。非常によく考えられていると思います。で次パラレルですね、パラレルモード、これは並列でそれぞれの音が出てるんですが、こちらはフットスイッチを押すとボスがなくなりますね。ボスモードがなくなって JHS モードになります。これの使い方としてはパラレルか JHS の切り替えができますよという考え方でいいかなと思います。こんな感じでね、フットスイッチを使うことによってね、非常に扱いやすく、また非常にですね独特で効果的な使い方、プレイアビリティが上がるといいますか、これ1個で非常にできることが増えるので、フットスイッチを合わせて使うことを非常にお勧めしたいと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。ボスと JHS のコラボペダル JB2 の音でした。いいですね非常に使いやすいっていうのと、あとは非常に細かな音作りができて、でこれでしかできないような音作りっていうのが、1個でできるっていうのがね、もう非常にポイントが高いと思いました。それぞれが独立しているんで非常にね使いやすいんですよ。これ1個で歪みの音が、もう切り替えれちゃうわけなので、なんかバッキングの時だったりとソロで音を変えたいとか、1個のエフェクターだけで使いたいんだけど、どうしてもねこう歪みを切り替えたいポイントがあるっていうところではね、非常に役立ちます。最近はね小型のエフェクターボードを組みたい人がたくさんいると思うんで、こうやってちっこいペダルにですね、だって2つの歪みが入ってて、でそれぞれが同じような歪みが入ってるんじゃなくて、全然違った、しかも世界で認められてる2機種が入ってるわけなんですよ。なのでね、もうこれ1個でもう完結しちゃうようなシーンっていうのはたくさんあると思います。で、リモートペダルを使ったら、さらにですね使いやすく幅広い使い方ができるので非常にいいと思いました。この中の回路、音の回路自体はアナログなんで、デジタルの音が、歪みのデジタルの音が嫌いだっていう方も、全然アナログなんで使ってもらえる。だけど、リモートスイッチだったりね、こういうデジタルのエフェクターみたいな使い勝手というか、その外部コントロールみたいな、こういうモードの切り替えだったりコントロールだったりということができるのがね優秀です。
はい、いいなと思った人はもう買ってください。リンクは概要欄にありますんで。コラボのペダルとかって、まあ、いつまであるのかわからないなっていうのがもう僕の印象なんですね。もうずっとあってくれたらそれでいいんですよ。なんですかね、そのエフェクターの希少性とか結構嫌で、誰でもいつでも簡単に買えるっていうのがいいなと思ってるんで、なくならないでほしいんですけど、もしかしたらコラボなんで、まあ、いつどこで何かどういうことが起こってなくなるか分かんないんで大事に持っときたいなと思うペダルです。もしかしたら気が変わってね、手放しちゃうかもしれないですけど、ということでね、気になってる方はぜひ、ね、検討していただければと思います。別にすぐ買わなくても一回ね、屋さんで試し引きしに行くとかでも全然いいと思いますし、ぜひ試してみてください。はい、ということでですね、本日は JHS とボスのコラボペダルJB2 っていうのを見てきました。僕の動画ではね、こんな感じで、ボスのエフェクターの話や、ボス以外のエフェクターの話、そしてギターの話や、バンドマンのエフェクターボードの話なんかもやってますので、ぜひね、この機会にチャンネル登録をしていただいてですね、また次の動画でお会いできればなと思います。こんな感じでやってきましたが、次の動画の予告です。次はこちら、じゃじゃん。BD2W ですね。こちらでですね、中に BD2 が入ってましたけど、こちらはその BD2 をザクラフトで作り直したですね、エフェクターです。初心者なんかも非常に向いてるペダルなので楽しみにしててください。はい、ということで、本日は世界を代表するボスと JHS ペダルのコラボペダル JB2 の紹介でした。本日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。